おはようございます。久能です。今日は土鍋でご飯を炊いてみたいと思います。前にくるみご飯を作ろうとして、失敗したので、今回は土鍋を使ってご飯だけを炊くというのを練習としてやっていきたいと思います。前回の失敗を踏まえて、今回はちゃんと土鍋でご飯を炊くっていうレシピを見ながら作っていきたいと思います。あと前回量が多かったので2合やったんですけども、今回は1合でやりたいと思います。はい、はい、現在、米を研いで、1合に対して水 200ml を入れて30分米を浸水させている状態です。それでは30分経ったので火にかけていきたいと思います。中火で10分ってことなので、今回ちゃんとタイムも測っていきたいと思います。中火で10分。開始。沸騰するまでですね。ちょっと沸騰してきました。今もう4分ぐらいです。沸騰してきました。中を見たらもうほとんど水がなくなってたので、現在もう弱火にしてます。弱火でやってます。なんかパチパチという音が聞こえてきたので止めます。火を止めます。火を止めてここから10分ほど蒸らすと。10分ほど蒸らしたいと思います。はい、それでは10分蒸らしたので中を開けてみたいと思います。開けてみます。おお、どうでしょうか。お、焦げてもいないような気がする。あ、いいですね。はい、うまくできました。ちょっと量的に茶碗に入りそうもないので丼に入れます。全部色終わりました。できました。これはコンビニで買った鮭なんですけども、これは家にあった味噌汁で、ご飯だけ自分で作りました。せっかくなのでご飯の一番美味しい卵かけご飯で食べてみたいと思います。あ、ビールですね。ノンアルコールビールと、はい、朝食というか昼なんですけど食べます。いただきます。ご飯と普通に食べてみますね。いただきます。ちょっと、いつも食べてるご飯より水分がちょっと抜けきってる感じがしますけど、美味しいです。
じゃあ卵かけご飯にして食べてみたいと思います。ポケットを作って卵を入れます。僕の場合は、まあ、最初に混ぜちゃいますかね。混ぜます。混ぜよう。混ぜます。まず醤油をちょっとかけて、で、まあ、味の素をちょっとかけます。じゃあ食べたいと思います。じゃあビールもいただきます。じゃあ普通に食べていきたいと思います。うん、ちょっとお米がところどころ硬いところがあります。いや、卵かけご飯は失敗だったかもしれない。コンビニの鮭がかなりうまい。うまい。食べ終わりました。美味しかったです。ごちそうさまでした。皮は猫にでもあげようと思います。はい、今回は土鍋でご飯を作ってみました。ま、前に比べたらほとんど焦げずにできたので成功したんじゃないかと思います。ちょっとご飯固めだったんで、水が少ないか熱しすぎたかっていう感じだと思います。これを踏まえてくるみご飯を作るのに挑戦したいと思っています。はい、それでは今日は土鍋でご飯を作ってみました。ご視聴ありがとうございました。